と待って、ちょっと待って。本当から決めてからやった方が絶対にいいから。最後なんて始めちゃうんだよ。よし。よいしょ。やっほー。こんにちは。配信を始めました。やっほー。ショールームはでも久しぶりかもしれない。ごめんねみんな、あのお昼に急に始めてこれあれ天然水の箱を置きました。今日は朝からあのスガキ屋オース店のオープンのリニューアルオープンのお仕事というか応援に行きまして、嬉しい、スガキ屋さんでのお仕事ができてすごく嬉しかったんですけども、そうファンの方もオープン時に駆けつけてくれてたくさんいました。あんなに朝早かったのにみんなありがとう。それで今日はあの先ほど終わったので、でね、じゃん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 、じゃじゃーん、スガキ子様からあの大量のあのすごいものをいただきましていやもうね、そういただいたんですよ。だからちょっと紹介しようと思ったのと、普通にメイクしてるし今日練習するんですけど、この後ちょっとあのまだやる気が起きないからみんなとお話ししようと思って始めました。そう、今日はいい一日のスタートでしたね。可愛いでしょ洋服、こんなの着ないんですけど今日は着ました。見て、まず1個目、じゃじゃーん、こんなにもかわいい、スガキ屋さんのパック、やばくない？やばくない？ここにスガキ屋のスーちゃんがいます。危ないね、みんなごめんね、酔わないように気をつける。トートバッグ、こんなに大きいの、なんか青と赤が2色あったんだけど赤をいただきました。嬉しい、こんな大きいバッグ絶対使えるじゃん、かわいい。続いて、あ、ちょっと一番、特に一番嬉しかったものはちょっとあれしよう、後で最後に回す。じゃあ本当にね、たくさんいただいたんです。あ、これはよくテレビで見るやつ、テレビじゃない、あのテレビじゃない、店舗だ、店舗で見るやつ、じゃじゃーん、五目ご飯の素、やばいです、嬉しい、あの美味しい美味しい五目ご飯の素をいただきます。あー嬉しい、私本当にスガキ屋さんも大好きで、もう昔からも名古屋のソウルフードじゃないですか、名古屋ってか愛知県の、大好きです。もう本当にあの持ち帰ったことは多分あると思う。家で食べたことがある気がする。ました。そう、みんなもぜひ、あ、多分店舗に絶対売っているはずです。そう。私は昔買ったことがある。前髪がすごいアイドル前髪だな。そう、嬉しい。名古屋に来た際はぜひ、愛知に来た際はぜひ。続いて、私の家に30袋ぐらいある、もう普段からお昼ご飯でなんか食べてる、じゃじゃーん、みそめ込みうどん、嬉しい、
そう、味噌煮込みうどんもやってるんです、すがき屋さん。続いて本店の味、やばくない？嬉しい、もう超嬉しい。これはもう2つ家にいつもあるそう、でも最近あの味噌煮込みうどんが切れてたので、もう嬉しい。これ私いつもパックのやつを買うんですよ。これが何個も入ってるやつ、あれを買うんですけど、まさかいただけるとは。それぐらい好きです。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。続いて、あもうこれもね、これも食べます。バーン、ザルラーメンと和風豚骨ラーメン、嬉しい。これはもう本当にお店の、いやでも夏だからいいですね、ザルラーメン最高。もう私本当に嬉しくて、もう私これ見た瞬間もうときめいちゃったもん。もう嬉しい、なんかスガキ屋さんのお仕事だけで嬉しいのに、あー嬉しい。きっとあの愛知県のスーパーとかにもこういうの売ってるので、愛知以外の方はぜひご購入くださいなんで美味しいからね、どこにでも売ってますよ。美味しい美味しい。今日はその実際に店員さんが着ているお洋服を私たちも来たんですけど、そうスーちゃんとめっちゃ写真撮ったのね、あのスーちゃんっていうキャラクターね。あ、え、ちょっと待って、これ知らなかった、入ってるの。じゃーん、そばき焼きそば、そばきやあ、そういうこと、ペヤングとコラボしてる。え、これ絶対美味しいじゃん。食べます、嬉しい。ペヤングとコラボしてるんだ、それはやばい。そばき屋、焼きそば、そう焼き場所、ん、そばき屋です、すいません。反対から読んだら焼きそばになるからそばき屋なんだと思ったら焼き場所だったいや焼き場所か、全然違いました。あのそばき屋です。味噌のリニューアルはなんかめっちゃレトロで、普通にあのカフェみたいな、本当に今時の女の子が行くようなカフェみたいな内装で、めっちゃ可愛かったです。ピンクがめっちゃ可愛かった、めっちゃ写真撮った。はい、そばき屋ね、みんなもね、ラーメンみんな食べた？なんかおすすめがいっぱいあったんですけど、なんか今回の復刻メニューがネギラーメンかな、ネギラーメンとコーヒーゼリーのアイスみたいな感じだったんですけど、私コーヒーゼリー家でもう作るぐらい好きで、自分で作るぐらい好きなんです。もうコーヒーゼリー大好きなの。もうそうだけど、あ、復刻版食べてる人いる？2つとも。ねえ食べたい。コーヒーゼリーだけ今日食べれなかったから、またもう個人的に食べに行きます。普通にスガキ屋はね、いつでも行けるからね。行きます、愛知県に来た際はぜひ。セットがあるんだ。でも私あのピオリンも食べたい。ピオリンとコラボしてるやつ。ピオリンって知ってますか皆さん。ピオリンだよね名前。ピオリン、ピオリンチャレンジとかあるじゃん、こういうやつ。そうピオリンがとコラボしてるあのスガキ屋さんのメニューがあるんですけど、スーピオリンセット、そう、あ、ピオリンとスーちゃんがコラボしてるやつか。そう、皆さんもぜひぜひぜひ。私も今日食べられなかったけど、でも今日はあれなんです、あの
さっきお昼ご飯の時間帯ですけどにあのラーメンをすがき屋さんのラーメンを食べたんですけど、もうスペシャルバージョンで今回自分でなんかもうトッピングし放題みたいな、もうなんかメンマとかめっちゃ入れちゃう、もうこんな量入れちゃってバーンって、そうやらせていただいたり、あとソフトクリームも自分の好きなトッピングでできたんです。また乗せますけど、いやもう神でした。ほんであのあれたこ焼きも食べたんです。タコジュめっちゃ美味しかったです。そう本当にめっちゃ食べるじゃん。そうなんだよね、あのでも本当に全部食べちゃいました、すいませんめっちゃ美味しかったんだもん、だしいっぱいいただいたので、でお土産はねまだあります。はい、続き、もうなんか話がねいっぱいなっちゃったんだけど、じゃん、焼きうどん絶対美味しいよね。もうこれとなんか一緒に売ってると思う、多分スーパーにも。もうね嬉しい。写真は、まあ、ありますよ、写真めっちゃ撮ったからまた載せます。そう練習は練習の前に載せますマジで美味しそう、ソース味だって。うどん私本当にあんま食べないんですけど絶対美味しい。これでもこれ初めて見たの私、もうね家族が喜びますこんなの、もう本当に。ほんで私が一番嬉しかったやつ、ラストのね、私が一番嬉しかったやつ、もう愛知県民としてあのスガキ屋さん、もう昔から通ってた民として一番嬉しかったやつこちらです。どーん、わかります？これが何か皆さん。私はもうこれを手に入れたから最強かもしれない。じゃじゃん、ラーメンスプーンなんですけど、これあのフォークもついていて、これやばくない？これ愛知県民の方はもうねわかるでしょこの嬉しさが。もう欲しいなってずっと思ってた、もうスガキ屋行くたびに思ってた、このスプーンはどこに売っているんだっていう。しかもあのね丸じゃなくて、見てこれ分かります、あの昔の型なんですよ。そうすごい、あの配信してるとこ映ってる、あほんで段ボールも映ってたけど、まあ、うん、嬉しくない。家でラーメン食べるときたまーにあります、その時に使いたいと思います。これ知らないみんな、ここがフォークになっててここがスプーンなんで、スープも一緒に飲めながらここでこう食べる、めっちゃいいですよね、嬉しい。これしかもそう昔のタイプなのね、これが今60周年であるみたいです。もういただきました、ほら書いてある、え昭和53年だって、1978年、ひーそんなに経つんだ、生まれてないけどさ。そうこちらをいただきました、だからもう私が家でラーメン食べるとき私だけもうこれなんで、もうねマウント取れる、いいだろう。私はラーメン一つでラーメンも食べれちゃうし、ラーメンの汁も増えちゃうんだぜっていうね、はいこちらをいただきました、もう嬉しい、超嬉しい。もうね家族がもうね家族でみんなで行ってたんで、もうみんな喜びますわ。美味しくいただきます嬉しいな、全部ね見たことあるもん。はい、ということでまたね
ガキ屋さんとねお仕事できたらいいなと思います。今日はチーム S のメンバーにたくさんチーム S のメンバーが4人いたんですけど、その中に混ざってたので私そうだからまたねチーム E のメンバーとかにもとも一緒に行きたいですね。ガキ屋、そして一瞬ミルクティー失礼しますそう嬉しかったな。そうでも今日は髪の毛とかちょっと巻いちゃったんで、次はスーちゃんと同じ髪型にしたいですね。こういうやつスーちゃん。で最近本当にクマさんとか全然やってないから、この髪型可愛いでしょ。なんかハーフツインのねじりみたいな、なんか猫ちゃんみたいな感じしました。まあ全然猫ちゃんじゃないですけど。みんなでも朝から来てくれてありがとうございます。今日はねミックさんにね可愛くしてもらったの。自分じゃこんな巻き方できないからね。そうコンタクトが乾く、今日すごい乾くの。ちょっとダメだかも、取ろうかなコンタクト。取ったらちょっと練習できないんで取りませんけど、今日早起きだった。そうでもみんなの方が多分早起きだったと思うよ。本当にありがとう、朝からね並んでくれたって知ってて。嬉しかった。結構でもお話できたファンの方と、それが良かったです。昨日は公演だったんですけどね、ミレタが帰ってきてたり、ハタゴンの通告上公演が最後だったり、なんかもうね情緒がやばいです。もう悲しいよ、昨日の最後のあなたへとかも染みちゃって。私最後のあなたへって結構なんていうの、なんかこう染みるっていうよりありがとうみたいな、楽しく終わる曲だと思ってるんですけど、ああ昨日はもう泣いちゃった。普通に初めてあなたへが悲しい曲に感じてきてそう、次なんてどうなっちゃうんだって感じなんですけど、楽しみます最後まで。うん、まあ人によってね考え価値観曲の感じ方とか違うけど、ほら今日まつげ綺麗って言われたみんなに。でも私朝だから本当に朝だからテンションが下がるとかあんまないんですけど、今日は珍しく眠たくて、今は眠たくないんだけど、朝普通に行きの時とかずっと眠たくてぼーっとしてた。そしたら今日静かだねって言われてそうだよねって自覚あった。そう昨日公演だったからね、ちょっとでも昨日公演入ってたじゃんみたいな人もスガキ屋にいたりして、本当にみんなすごいなって思います。ありがとう、優しいねみんな。遅くまで起きてた？ううん、起きてないよ。私は昨日はもう落ち着いたらすぐお風呂入ってすぐ歯磨いてちょっと V 君と遊んで寝たもんふふ
みんな減ったのにすごいね。すごいよね。でもあのま、あとお仕事行った人とかいそうだけど、ラーメン食べてお仕事やって、うん。でも結構もう夏に入るじゃないですか、7月で絶賛も始まるし、結構予定が詰め詰めなので、私は大丈夫かなと感じております。合間合間に公演があるんですけど、ちょっとしっかり練習しないとなんかやらかしそうで怖い。大丈夫かな。そのために頑張って練習します。でも見ててほしいです、あのしっかり、はい。今日のメイクのポイント、今日のメイクのポイントは最近買ったリップがすっごい可愛いんです。これなんか、これでも私2個買ってなんかなくしちゃうんですよね。今日もなくしかけた、なんか2個買ってなくしそうになったんですけど、なくさなかったです。でも今日はちょっとなんか女の子すぎて、なんかもう結構あのなんていうの、もどかしいじゃなくて、なんて慣れない感じ。そう、何番ですか？これは122番です。こちらですね、はい、こちらになります。すごい韓国語ラッカの122番です。なんかもう一個買ったんだけど、それはね合わなかったんだよね、私の唇の色に。すごいなんか同色で浮いちゃったんだけど、また挑戦。そわそわする、それです。そう、めっちゃそわそわする。こんな服あんま着ないからさ、そう、そわ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 そこんにちは。みんなお昼だから、お仕事中だよね、平日のお昼だから。今日のふわふわな髪で踊ったら大変になりそう。え、でもか、なんか可愛い髪型しても、私昨日もね、ポニーテール、パニーパールって言っちゃった、何それ、ポニーテールをしたんですよ昨日。なんだけどもう前髪、まあここも緩むんですけど、このポニーテール結んでるとこもなんだけど、前髪がもうやばくて、汗やばすぎて、もうね、もう夏やだちょっと思ったけど、でも夏はなんかアイドルだから好きかもしれない。普通に生きてたら多分嫌いだと思う。そう、めっちゃ汗やばくて昨日、もうなんかもう嫌だっただって可愛くないもん、汗かくと。なんかすごいもうプール上がりみたいな、お風呂上がりみたいな感じになんかなっちゃうから、日本語弱すぎね、日本語弱いよね、ちょっとやばい今日。でもなんか本当に嫌で、それがめっちゃ嫌だから、なんかでもかといって別に抑えめに踊るっていうのは違うじゃないですか。だからもういいやって思ってもういいや、生きてる、そう生きてます。みんなはどうせ可愛いって言ってくれるもん、そう信じてるよ私はブスって思ってもね、優しいからね。でもちょっと本当にあのいい加減にしてほしい、この汗のこの辺。私でもここにしか描かなくて、あとまあこの辺ね、ここぐらいしか描かないの。そうだから、でも全部出るとこに描くから、なんか背中とかだったらまだいいじゃんね、本当にまあ嫌なんです。
汗をかいて踊る浴衣がいいんですか。本当ですか。じゃあもういいです。でもだからこういう日とかなんかちゃんとした私に会いたい時は公園じゃないかもしれない。でもいやでもな公園も見に来てほしい。贅沢だね。だけどなんかちゃんともっと可愛い日ある。もっと可愛い、だから公園よりトーク会の方が絶対可愛いし、そりゃ髪も毛もちゃんとなんていうの整えてるし、うん、だから可愛い私に会いたい時はトーク会に来てください。そう、野外とかやばそうだよね。あ、ちなみにですね、そんなあの可愛い私に会いたい人は9月の、6と7と8でしたっけ、6と9なんだわからないですけども、あの何でした6と7かな、7と8、まあどちらか、まあその3日間のどれかで、あの幕張メッセの方であのトーク会と握手会が追加がされました。78です。ありがとうございます。教えてくれた方ぜひお待ちしております。そう、なんか前回なんか取れなくて会えなかったって方も結構いたので、あのそれはもう前に来てください。追加の日程が決まりました。はい、可愛い私に会いに来てください。公園でなんかすごい汗かいて、あの子誰だろうと思って、多分トーク会来たら汗かいてないから多分あのもっと可愛い。はい、会いに来てください。なんかでも握手会の方がみんなね、まあそりゃそうだよね、握手したいもん。あ、ママから LINE が来てる。ちょっとママからの LINE を一旦返してもいいですか。すいません。